大雨被害からおよそ2ヶ月経ちましたが、JR 磐越西線の鉄橋は今も崩落したままです。記録的豪雨から間もなく2ヶ月、復旧工事の作業計画が明らかになりました。 JR は先月の大雨の影響で崩落した JR 磐越西線の濁川橋梁などの復旧工事について、来年春ごろに完了し、総工費が15億円に上る見込みであると発表しました。磐越西線では濁川橋梁のほかに斜面の崩落による土砂の流入など県内10カ所で被害が発生し、現在も喜多方・大和間で運休が続いています。このうち濁川橋梁の復旧工事では、橋桁2連と傾いた橋脚1基をクレーンで撤去した後、新たな橋脚を取り付けるということです。 JR は運転再開の時期を未定としています。